死銀のミルクを発信する死銀チャンネル おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀じ方について分かりやすくザックバラにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日はですね、朝は一本別の収録をメンバー限定の収録をして、えー、後半、後半じゃない今日は仕事の帰りに、えー、ちょうど仕事納めの、えー、ですね、仕事納めの部屋いつもよりも1時間以上仕事が早 早く終わってしかも今日あの奥さんが子供を連れて実家の方と旅行に行ってるんで,ですね、えー、これはもう今のうちに収録しておかないとまずいということで今日は1日2本収録しておりますまあ、夕方に撮るとなんかちょっと不思議な感じはするのと車の音がいつもより大きく入っていたりするかもしれないんですけれどもどうかご容赦ください。それではではすね で今日の本題なんですけれども詩吟、えー、がなかなか上達しない腹、えー、式呼吸がうまくなれないという、えーまあ、こういう難しい問題にですね、えー、悩んでいる方にお伝えしたい3つのことというテーマでお話ししたいと思います、えーまあ、あの僕も今詩吟歴25年そろそろ26年になるんですけれども うん、本当にまあ、っすぐどん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 ん上達したなって、えー、感じる時もあればですねもう何年も10年以上全然上達していないなというふうに感じる時もあったわけです決してもうまっすぐ上がっていったなんてことは本当に全然なくてですね、えー、その頃の自分に、まあ、もし会えたとしたらどんな声をかけるかなというそういう視点で今日はお話ししていきます。 まあ、三つあるということで、今必死に僕の頭の中で整理しているんですけれども、えー、まあ、まずですね、どうしましょうかなまあ、その、死銀においても、腹式呼吸においても、この、声というものはですね、声を取り扱うものに関して、なかなかに、えー、すぐにうまくなれないんですよ。これは、あの、なぜかというとですね、えー、目に見えないからですね。<laughs> <laughs> 目に見えないものを扱っているから、そんな簡単に上達しないというのが一つ目の話になります。目に見えないというのもですね、それはもちろん、えー、声自身も目に見えないんですけれども、声のエネルギーになるもの、つまり息ですね、えー、呼吸、えー、これもまあ目に、 目に見えないものになります。そして、その呼吸を体の中で、うまいことその圧縮して、加工して、それを声にして、変換して出すわけなんですけれども、この加工する中身、つまり自分の体の中ですね。これも見えないわけです。うん。で、えー、そして完成品になるこの声。 これも、まあ見えない。一応聞くことはできるんですけれどもお。ということなんで、見えないものづくしだから、難しいのは当然なんですよね。えー、だからこそ、まああのー、イメージ、想像力、えー、もしくは、まあ、あの自分で身振り手振りを使ってみたりとかですね、えー、そういう試行錯誤が大切になってくるわけです。 なんで本当にあの見えないもの、見えないもの、そんなものをですねもう本当に都市空間というわけじゃないですけれども、それをひたすらに練習するわけですから、あまあなかなかに上達しないのはもう当たり前なんですね。えー ということで、この腹式呼吸、僕は普段からですね、なんかこうやったらいいですよっていうコツをひたすら喋ってはいるんですけれども、それをやっているのになかなかうまくなれないなという方はですね、ちょっと改めて、えー、振り返ってみてください。本当見えないですからね。えー、だから、まああの、唯一見える、聞こえる、えー、この聞こえる声、そこから逆算して、まあ、判断していく、まあ、録音して、えー、聞き返してみる、もしくはお腹の膨らみを実感してみるとか、あ息を吸う、 息自体は見えないけれども、この数時間とか、吸って溜める、えー、力を込めるみたいなことは、あの、認識できるんですね。そういう認識できるところを一つずつ、まあ、あの、自分なりに手探りで、えー、もうあの、壁に手をつきながら迷路を、ゴールを目指すかのような感じですね。一個一個確認しながら、自分の中で、えー、見えないものを感じれるようにしていって、えー、頑張っていくというのが、まあ、あの、長い道のりにはなるんですけれども、そういう心構えが大事になります。 そしてまあ、あの、もう一つはですね、この間、あの、腹式呼吸について熱弁した回があるんですけれども、えー、もう人間は、人間はというか、まあ、大抵の人は腹式呼吸して生活していないんですよ。まあ、あの、生まれたばかりの赤ちゃんは腹式呼吸だって言いますけれども、多分うちの娘もいい声してるんで、腹式呼吸で今、よう喋ってると思うんですけれども、まあ、あの、大人になってくると、喉が、喉で、えーの 強式呼吸で喉、まあ、声になるわけなんですね。それを365日、もうずっと何年も何十年も使い続けてきたわけなんですから、そこから腹式呼吸を使って死銀をやりましょうと言ってもですね、それもまたなかなかに、えー、簡単に切り替わるもんじゃないんですね。えー、なので まあ、あの、その時の回でもお話ししましたけれども、えー、普段話している、会話している時でも、ちょっとお腹を動かしてみるとか、あマスクの下でこっそりお腹をペコペコ動かして、ちゃんと呼吸と連動するようにしてみるとかですね、このお腹を使うということを、できるだけ日常に入れ込んであげて、えー、おいおいお腹よと、えー、お前、そんな普段からサボってるんじゃなくて、普段から日常的にちゃんと動いてくれよということをですね、お腹にちゃんとあの、言い聞かせてあげないといけないですね。 日々コツコツと言い聞かせてあげないとすぐになんか緩んでたるんでしまうと <laughs> えーいう形に,形になってしまうわけです、まあ、なので、えー、そのもうずっと長い時間やってきたからこそですねお腹を使うっていうのがまあそれほどに難しい、えー、それを使って銀ずるというのも、えー、なかなか難しいんで、えー、そう簡単にあの上達しないんですよ <laughs> というのは2つ目ですねそして、えー、3つ目になりますけれども まああのー、冒頭に言ったような感じですね、えー、この歌のうまい下手、まあ、銀のうまい下手は呼吸ができる、できないはですねうまくなったなとできるようになったなと、えー、思ってもですね翌日になったらあれ、できない っなっってしまったり、えー、もしくは資源教室で先生から指導されておなんかできるようになった気がすると思って、えー、その日帰って一人で発声練習したらあ元に戻ってしまったみたいなあこんなことをひたすらに繰り返すんですよもうエンドレスに繰り返すんですね、えー、できたできない できたできない、うん、ダメだみたいなあ、そんな形をどん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 繰り返していくんですけれども、それをもっと長いスパンで、えー、半年、1年、3年、5年とかですね、えー、そういうふうに続けていくと、振り返ってみるとですね、あれそういえばまあ、昔よりはあ、声が出るようになったなとかあ、銀もコントロールができるようになったなとか、あ 今まで悩んでいたところは悩まなくなって、もうちょい他のことに気になるようになったなとか、そういう風にして、振り返ってえ、自分の成長をちょっと感じられるようになるわけです。本当にあの、面白いもんですね。一度レベルが上がったからといって、えー、ゲームみたいにもうそのレベルがずっと続くわけじゃなくてですね、えー、てれれってってってっとレベルが上がって、えー、そうしたら、 次のステージに行ったらレベル下がってるみたいなあ。むしろもっと下がってる時だってあったりするんですね。えー、そんな風にまあ人間の成長というものはまあ面白くてですね、えー、このぐに,ぐにゃ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 上がったり下がったりしながらもちゃんと継続していくことによってですね、えーまあ、ゆっくりと、えーまあ、上手くなっていく。そういう形になっています。なので、えーまあ、この普段から配信聞いてくださって熱心に頑張ってくださっている方いるかと思うんですけれども、なかなか上手くならないなと。 思ってもですね、えー、まあ今は、そういう、そういう波の中に翻弄されつつも、ちょっとずつ変わっているんだということを、まあ,あの、信じていただければ良いかなと思います。まあ僕も、うん、それなりに信念を持って配信しているので、私の配信を聞いて、資金やってくださっている方は、まあ,あの、 何も、えー、何も考えずに、死、え、吟、ー、やっている人に比べれば、断然、えー、上達していると思います。えー、ですので、まあ、あのー、あまり焦りすぎないでですね、えー、ぜひ死吟にも腹式呼吸の発生にも取り組んでいただければかなと思います。ということで、まあ、この3つの、うん。 話ですね、うん、自分も昔の頃の自分にやったらですねもう本当に本当にあの悩んでたんですよね詩吟の先生とも話してて多分その先生も理系出身なのかな、うん、あの計算が得意なんで、えー、リズムで考えようとするんですよこれをやってみようじゃあ次これやってみようって言ってもそんな簡単になんかうまくいかないんですよね、えー、あれさっきのやり方できたのになんか次はうまくいかないぞとか、うん、本当になんか 理屈じゃないところがあるんですそれをまあ少しずつ、うん、理屈度で固めたり、えー、感覚を養っていったりとかですね解像度を高めていったり、えー、もしくはまあ環境をたまに変えてみたりですねこういうふうに私からアドバイスをもらうとか普段とは違う人から、えー、アドバイスをもらってみたり、えー、意識するところを変えてみたりまあそういうことを試行錯誤しながらあまああのー、変わっていくんですね、えー、なので まあ、どん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 調子が悪くなるのに、えー、このやり方を絶対変えないみたいな、あそういうのはちょっとあの現実的じゃないんですね。やはりなんか課題を感じたら、自分なりにちょっと変えてみるとか、あ意識するとこを変えてみるとか、あそういうことを繰り返しながらあー、行動することをやめないことによって、だんだんと良、まあ、くなっていくもんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ、まああの、 えー、この心構えをですね参考にしていただければもうちょっと気楽にいけるんじゃないかなと思います。 では、えっと、後半に行く前にですね、えー、まあ、今日ちょっと時間あるんで、二つ宣伝をさせてください。一、えー、つ目はですね、私が4月に出版している電子書籍、詩銀の教科書初心者編という本がございまして、えー、私の詩銀歴をまとめた、この YouTube の配信の中でもですね、えー、まあ、上達するために、えー、特にまあ、大事な雑談とかを抜きに大事な要素を詰め込んできれいに整列して、わ、えー、かりやすく読みやすくした本がございます。銀歴 銀始めたばかりの方からまあ、銀歴5年10年ぐらいの方まではまあ、うん、十分役に立つ内容になっておりますので興味のある方は概要欄の方からですね購入していただければと思いますあとはですね年末年始にそう奥さんペーパーバッグもいい,い,い加減完成してほしいんだよなというちょっと今声小さくして <laughs> 愚痴ったんですけど今ドタドタしてですね そうペーパーバック、つまりは実際のタイプの本ですね。うん、それも出版、うん、近々本当にしたいなと、いい加減、いい加減したいなと本当に思っております。これはあの、予定ですね。で、あとは今日時間があるんで,ですね。この本を、えー、私の声で、えー、朗読して、収録して、 でえオーディオブックという形でもう出版したいなと思ってます今日集中的に数時間収録すれば、うん、なんとかなるんじゃないかなと、うん、そう実は私副業でえこの本を朗読するっていうのももうどれぐらいかな十数冊、うん、やってるんです、うん、そうだから結構朗読も得意になってえまあアクセントの厳しい奥さんからですねここは違うってしょっちゅう言われるんですけどもういいもうやめてくれってそれ言われたら気にし,気にしすぎても、えー、のびのび喋れないからやめてくれていうことなんですけどまあアクセント若干怪しい いいところあるかもしれませんが、そうこのオーディオブックも、うん、近いうちに、うん、いい加減に出版したいと思ってますんで、ほ、え、ど、ー、よく楽しみに待っていてください。で、えっともう一つの宣伝なんですけれども、まあ,あの私がちょくちょく話している YouTube 資金教室というものがございます。まあ,あのこれはあのー、別に、えー、オンライン上の資金教室なんですが、あオンラインで私と面と向かって なんかあの、詩吟教室をやるというものではございません。えー、音声をいただいて、それに対して私が音声で返す。まあ、音声といってもこの動画みたいな感じでまとめをちゃんとスライドを作ってですね、えー、動画として、えー、まあ、この、直接のアドバイスを受けることができるというような内容です。そしてあの、この詩吟、YouTube 詩吟教室の中のいるメンバーの方、全員があ、その配信を見ることもできるんですね。もう彼れこれ、 え、50本ぐらい溜まっています。で、銀力も始めてもう、え、1、2、3ヶ月みたいな方から、銀力20年以上の方もいらっしゃいます。見事にばらけてるんですね。えー、そして男性と女性も、うんと、半々ぐらいですかね。で、年代も30代、40代、50代、60代、70代までですね。えー、見事に、この17人ぐらいなんですけど、 きれいに分布しているんですよなので、えー、いや、私はまだまだという方もですね、全然気にしなくていいです。でとこの YouTube 主源教室はですね、えーまあ、僕のんと思っているんモットーとしては、まあ、の流派とか、あその銀のすで今,今時点の実力とかですね、えー、そういうものはもう一切関係なしで、えー まあ私から、ちょっと資金のアドバイスもらえたらいいなとか、あ,あとはまあ私の配信を応援したいとかですね、えー、そういう方に入ってもらえればと思っています。で、えっと、ビシバシ、えー、を求める方はあ、ガンガンアドバイスしていきますけれども、別にあのー、それは僕としてはですね、銀道というものはとても長いものなので、えー、本当にあの、じっくり続けて、じっくり楽しんで続けていただければと思っています。そして、えー、まあ続けるからには、まあ、あのー、 昨日も今日も全然変わらないみたいなのもやっぱり続け、モチベーションが切れる原因にもなると思うので、そうならないためにですね、うん、ちゃんと、うん、効果的なアドバイスをバランスよく、優しく、えー、楽しくやっていきたいなと、えー、心がけております。だから、まあ、あのメンバーの方もですねその アドバイス直接アドバイスしている限定公開の動画にコメントも結構つくんですよ。で、こういうところ良かったですみたいな感じで温かいコメントもたくさんつきますんで、えー、あのー、褒めて、私褒められて伸びるタイプだわという方もですね、きっと安心して入れるかなと思います。うん。 関係なし。えむしろ、詩吟教室入っていないけれども、詩吟に興味持ったわ、みたいな、あ方もですね、さすがに、そうですね、全くゼロというのもなかなか、まだやっていないかもしれないんですけれども、まあ、あの、私の配信を聞いて、見よう見真似でちょっとやってみたんですけど、どうですかみたいなあ、そういうのでも全然いいです。詩吟にせっかく興味を持ってくださっている、もう、既得な方はですね、えー、ぜひぜひ僕は、あの、応援したいんですよ。う本当に、そういう方が、場所がない、 ことによって資金から離れるっていうのが本当にもったいないなと思っているので、えー、ぜひ、あの、背中を押させてください。あの、まあ、あの、これ、えっと、メンバーシップなんで、YouTube の方の、えー、私のチャンネルからなんかメンバーになるっていうボタンを押したらですね、えー、きっと確かクレジットカードとかで登録するところがあって、月額990円になっております。うん。ええー、まあ、普通の資金教室は多分3000円とか5000円とか7000円くらいするんで、えー、だいぶ、 優しいかなと思います。で、最低月に1回、まあ、ガンガン応募していただければ月に2回とかあ、空いているタイミングであればもう少しとかあるかもしれないんで、えー、まあ、そんな頻度でゆるゆると、そして他の人の配信を聞きながら、試技に関して、えー、楽しく勉強し続けていけるかと思いますので、興味のある方はですね、えー、その、参加をお待ちしております。参加の仕方、 メンバーの入り方は、えー、概要欄にも書いてあるんですけれども、第214回か216回ですね、えー、そこに詳しい操作方法をまとめております。あとは、あのー、音声のメールでの送り方ですね、これたびたび質問もらって、えー、返していなくて恐縮なんですけれども、それもよくわかりませんという方には個別でやり方をですね、僕も調べてお教えしたいと思いますんで、えー、操作が苦手な方もですね、その旨を、えー、メールでいただければ対応します。 特に年末年末始ははメールの対応は大丈夫だと思いますねそんな感じで、えー、YouTube 詩吟教室詩吟に興味のある方、えー、そして、まあ、私を応援してくださる方あーぜひぜひ、えー、加入してこの、まあ、年が明ける、えー、このきっかけにですね、えー、ちゃんと一歩踏み出してみたいわと2024年から私の銀歴は始まるみたいなそんな感じでそういう方お待ちしております。 よし。今日は本当にあの、時間があるから、ほっといたら僕、無制限にペラペラ喋っちゃいますね。うん。でも僕、まだあの、喋らない方なんですよ。<laughs> 僕の母親がですね、お母さんがよう喋る人で、えー、僕の2倍か3倍喋るんでですね、えー、それを聞いているうちにこんな風になりました。 僕が頷いてるだけで20分30分喋りますからね。という雑談を置いといて、えー、ではでは後半一つ禁したいと思います。えー、こちらはですね、リクエストいただいてたのにあの完全に見落としておりました。えー スタンド FM という音声配信の方でもそちらでもあの配信しているんですけどそちらでリクエストいただいてたんですがあのレターのところにですねそこをクリックしないと下の文章が隠れてしまっているのを見落としていてですね1ヶ月前に覚えあ、リクエストいただいたんですがえー、コイン君を訪ね光景ですねこちらの銀をやりたいと思いますではまず指文からですねコイン君を訪ね光景水を渡り また水を渡り花を見また花を見る春風向上の道覚えず君が家に至るではどういった内容かですね川を渡りまた川を渡りいくつもの川を越えたそして次々と花を眺めながら春風の吹く、えー、川沿いの道を歩いた そうしているうちにいつの間にやら君の家にたどり着いてしまったいいですね <laughs>、えー、なんかすごくいいですね <laughs> 本当にあの分かりやすい内容なんですけれども、えー、これからもう真冬にはなりますがこういう春がですね早く来てほしいなと思いますでは、えー、こちらを銀次で終わりますね「コイン君を訪ね 光景。水を渡り。また水を渡り。 いかがでしたでししたょうか、えー、のんびりりゆったた、えー、楽ししんで吟させていただきました <laughs>、えー、いや本当にあの、うん、こんな感じで散歩したいですね、えーうん、娘を連れてもうそろそろ、うん、春になったら娘も結構ちゃんと歩けるようになるから、うん、そうですね3人で両手で手をつなぎながら、うん、こんな感じで春風のとこ歩きたいなと、うん、しみじみ思いました では、えっと年末年始の配信はですね。だいぶ不定期になるようなあ気がします。うん、頑張って配信したいんですけれども、もしかしたら？ えー、まあ、あの、文章を書いたり、えー、ノートとかでシーンに関していろいろ投稿したり、まあ、そっちでやるかもしれないんですが、まあ、あまりほどほどに期待しないで、えー、のんびりですね、えー、年末年始をお過ごしください。もしかしたら、これが年末最後かもしれませんので、えー、先に挨拶しておきます。えー、今年度も本当に、えー、YouTube 市議えー、チャン、YouTube のじゃなくて、えっ、ー、と、市議チャンネルを聞いてくださってありがとうございました。ぜひぜひ、来年もですね、あわよくば、YouTube 市教室も入って、入っていただいて、えー、一層、 楽しんでいただければと思います、えー、ではシギンの魅力を発信するシギンチャンネルどうもありがとうございましたバイバイいよいよ年を